折れたり曲がったりした針の労をねぎらう針供養が7日、松山市一番町1丁目の松山ビジネスカレッジクリエイティブ校で行われました。針供養は1946年の学校創立当時から続く伝統行事です。服飾などを学ぶ学生や教職員45人が授業などで使った針3079本に感謝しました。松山市末広町の小十字の田中義雲住職らによる読経の後、学生らがこんにゃくに縫い針や待ち針などを丁寧に刺して昇降し手を合わせました。代表の学生2人は針がうまく刺さらずに曲げてしまうなど格闘した思い出とともに、制作の楽しさや達成感を与えてくれたと感謝の言葉を述べました。いつも使っている針を針に感謝込めて、いつもお世話になってますと思いながら刺しました。供養した針は小十字の針塚に収められるということです。